リトちゃんの絵を見てくれなくなるよ。リトちゃん、ずっと誰にも褒めてもらえなくて一人で描いてたんだよね。一人ぼっちになったリトちゃんが描いた絵、誰が見てくれるの？誰が好きになってくれるの？それは一人ぼっちだった時、誰も見てくれなかったでしょ？誰も気づいてくれなかった。